皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、この妻のクォーターをですね、今持っている自転車パーツを用いて軽量化したいと思います。ゾンダからキシリウムプロ UST、 こちらに入れ替えたいと思います。トレックは、グラベルタイヤを履かせたオイルに入れ替えます。トレックについていた 1225T のスプロケと、ゾンダについての 1128T、 こちらを、こっちの 1128T をこっちのキシリウムプロにつけたいと思います。でこのスプロケはまた別のホイールにつけたいと思います。インナートップにするとチェーンがたるんでる状態なので外しやすいです。
次はこのタックスのボトルケージを超軽量ボトルケージ、ボントレガーのトリプル X のボトルケージに変えたいと思います。今回カーボンのボトルケージなんで、なんていうんですかね、あんま強く締めちゃうと割れちゃうんで、適度に締めます。はい、今作業が終わりました。今回交換したのがホイールをゾンダからマビックキシリウムプロ UST に変えたこと、あとはボトルケージを、タックスからカーボン製のボントレガートリプル X で、ビンディングペダル、これを、5800系の105のビンディングペダルから、ジュラエースに変えました。これよく多分回るんで、まあ、足首の負担が減るかなと思います。でジュラエースになったことによってちょっとここの肉厚が薄くなったんですけど、そうすると本当はサドルの高さも、まあ、ちょっと下げたりしてやらんと違和感があるとは思うんですけど、最近マミはですね、なんかサドルを上げてくれって言ってたんで、とりあえずこれで一回数ミリかな変わったと思うんで、ちょっと様子見したいなと思います。まあ、ちゃんと走るか変速もちょっと調整したので、問題ないか試運転に行っていきたいと思います。できます。はい、クイズ。何変えたでしょうか。え、ホイール。ピンポーン。あと、これ。ん？これ、ボトルケージ。うん、ケージね。ケージ。ピンポーン。え？あと一個。ペダルか。ピンポーン。